さあ、というわけでトラストパンをするとデライトのメタオパンチマジ、今回は初めての試みでパチンコの動画を撮っていきたいと思います。今回はパチンコシーンエヴァンゲリオンタイプレイの方をやってまいりたいと思います。レイデッカ、それでは記念すべき第1回やってまいります。どこからでやる雪地でゴー、何も起きずに2枚目。さあ、謎の中連打してくださいっていうやつが出ましたけど、なんだこれは。弱くね。300回転超えてるけどまだ先読みも来ないで、これはもうダメなのか。ワンちゃん赤、普通のやつ。お疲れ。夕方背景が来ましたね。まあでも先読みではないけど、どうなんですかねこれは。行く行く行くんゲリオン。でもシンクロってどうなんだろう。ヨアンゲリオン先読みなしで3枚目、やっとやってまいりました。先読みチャンス。さあ、これは逆に最初ここで来ちゃう方がありがたい。回れ止まれ止まれ、次でも悪くないですよ。継続しちゃうか。これだと普通みたいですね。何もしないから14年経っているってことだ。あの時助けたよね。みんなのためにやりを手に入れる。そうすれば世界を踊る、世界が救えるんだ。さあ、背景赤、背景赤にはならない。これ先読みちょっと弱くないですかね。あー青、赤、普通のやつ。ダメか、おかわり。こっちもダメそう。でも間違って間違って、お疲れ。おお、インパクトフラッシュ、インパクトフラッシュ。これフラッシュだよね確か。インパクトフラッシュが激アツだったはず。どうなることやら。山手作戦、ボタンレーダーで発見先を決めるのよ。レーダこれはいいのか、どうなんだ。背景は赤、普通ゲリオンだけど赤いよ。やっぱインパクトフラッシュは違うか。
今のところ赤以外はそんな普通なんだよな。当たり大丈夫これ。あー全開。おーい、ピピー。さあ大事なのはここから。核変上がるか。そういやー、あー止まれ、そのままサンサンサン、あー冬月。あれダメかと思ったけど、この S、 あれ確認するやつじゃない。変動ちゃーん、なんかインパクトラッシュ行けたでござる。突然13号機が来ましたね。赤血栓強いのかな、それともデコデとか。あレバーレバー、よいしょイエス。これ好き。あー、なな天敗。はい、レバーいきまーす。あ、赤コリありますね。何が来るかな。お、レインボーだけど、もうこれ当たりっすか。あかん、50以下はまずい。終わってしまうのか、続くのか。これラストチャンスじゃないかな。緑ゴリを飲みろ。もっとガインガイン、もう一ガイン。いやーそれー、テンパいっぱい。さあ黒黒かー。うわー、いつも弱そう。これはダメだ。はあ、希望の槍だ。レバーレバー、よしレバーを押していく。よっしゃまくるぞ。おー、なんかいらない餌っておもろいな。あ、ぶち込め。そこ違う。あ、ラストストイヤー三点食い。さあネクストいって天敗キス。お、背景赤いよ。わお、ここもアカンゲリオン。これもほぼもらったろ。いいですね、エヴァたちが立て許しますね。
ほらお気に入りのメロディーでも流れとるんじゃないですか。って言ってたら教頭の背景も赤だったな。あ、ボタン準備も赤、全部赤、赤い秀和来た。あとは僕や。次取れば万発。さあこの13号機倒して万発いくぞ。80%、やったよこれ。はい、万発目指せ。レバーをオースンゲリオン。実はこれ人生初の万発。まさか初撮影で万発出ると思わんかった。あ、万発出たらもう終わりか、終わりなのか。てんぱいぱい、おわ、来ないかい。おお、あ、残り、あ、残り8回で来たろ。格納庫はもう確定やん。確定の格納庫です。これまたレバーやらせてくれるの。ありがとうございます。ここでいったな、ジュリンちゃん。さあネクスト。背景黒デフォルトで初号機はもう来るだけで熱いんだわ。キンキンキン、はいはいはい、いただきます。終わりかしなーい。うわからん、突然、あ、いきなり当たった。な、なにこれ。ようわからん。ちょっと演出とかも弱くなってきたから、終わりそうな気配がしてまーす。はい、追い込まれております。いやー、頑張れ、頑張れ。当たれ、当たれ、当たれ。さっき、残り8回で格納庫来たから、格納庫、もう一回格納庫。格納庫。お疲れ。でもだいぶ伸びたでしょ。そうというわけでね、今回はねこれにて以上にしたいと思います。最終的に20系ほど買って終わることができました。今までショートでも何個かパチンコの方の動画は上げたりしてたんですけども、まさかまさかのね横画面で初めて撮るかってなった時にね、初の万発を取れるというね、いいスタートを切り出せたので個人的には満足でございます。好評だったらね、またパチンコの方の動画もね上げていこうかなと思いますんでね、よろしくお願いします。それでは本日はこれ以上、お付き合いできありがとうございました。お疲れ。